リンネ僧はスイカズラかリンネ僧族に分類される常緑小帝木。本種のみでリンネ僧族を構成する。分類学の基礎を築いたカールフォン・リンネがこの植物を愛好しており、この種を記録した際に自らの名前を学名につけた。和名もそれにちなんでいる。なお、日本では茎が二股に分かれて花をつけることから、トバナと呼ばれていた。他の別名が、 エゾアリ投資。種照名のボレアリスは北方のを意味する。北アメリカ、南ヨーロッパ、東、アジアなどの北半球の亜寒帯に広く分布。基準標本はラップランドのもの。日本では北海道から本州の中部地方以北にかけて分布する。田中澄江の著書、花の百名山で、御嶽山を代表する花、新、花の百名山で、 ヒダ山脈白馬だけを代表する花の一つとして紹介されている。高山植物であり、鉱山帯からは鉱山帯にかけての新葉樹林下に生育している。ハイマツ林の林下でよく見られる。地面を保服するアテイ木。茎は5から7センチメートルであるが、最大20から40センチメートルに達する。葉は単葉で丸く、大きさは3から10ミリメートルで耐性する。 花茎は車上し、長さ4から8センチメートル。夏季は7から8月。花は、筒状あるいは金状で、花茎の先に2つの花を下向きにつける。花は薄い桃色で、花の大きさは7から9ミリメートル。染色体数は 2N イコール32。無性生殖で繁殖するリンネソウリンネソウの花は、自家不和合成を示し、また、 花粉の産布能が高くないため、種子の結実率が低い。その結果として、地下系などによる無性生殖によって、個体群を維持していることが多く、遺伝的多様性が低い集団が生じやすい。例えばスコットランドでは、37%の輪廻層のパッチが単一の遺伝子型で構成されているという。そのため、種子によって新たな個体群を再生することが困難で、 あると考えられており、気候変動などに適応できないという懸念がなされている。日本を含む東アジアでは結実しにくい。リンネソウは一族一種とされる。以下の三亜種や変種が記録されている。植物学の父と呼ばれるカール・フォン・リンネのリンネソウを持った肖像が、カール・フォン・リンネはこの植物を私の花と呼び、ラップランド植物詩に載せた図節をデザインした。 コーヒーカップを中国に注文して、このコーヒーカップがスウェーデンウプサラのリンネ博物館に保存されている。フィンランドの作曲家、ジャンシュベリウスは、1911年から1919 19年にかけて作曲したピアノ曲13の商品作品76の第11曲にリンネソーと名付けている。ありがとうございます。